こんにちは、みーちょすです。手帳やノートが大好きでして、毎月バレットジャーナルのセットアップ動画を出してるんですが、最近はちょっとオリジナルの要素が多くて原型をとどめてないなと思いまして、これって例えばこれからバレットジャーナルを始めたいっていう方がみーちょすの動画を見て始めたとして、なんだよ、うまく作用しないじゃんこの方法ってなったらね、本当に申し訳ないなと思いまして、今回の動画は初めての人にも分かりやすいバレットジャーナルのやり方を解説していきます。この動画の目次はバレットジャーナルとは構造の解説、キーの説明、4つのコレクション、カスタムコレクション、使い方の解説、公式サービスの一覧。こうやって聞くとすごく長く感じるんですが、今回はできるだけ簡潔に分かりやすく、そしてなるべく公式に沿って解説をしていきます。この動画はチャプターも付けてますので、ぜひ活用してください。それでは早速行ってみよう。まずバレットジャーナルとは何かを解説しますと、素早く情報整理ができる手帳術のことを言います。この点のことがバレットって呼ばれてるんですが、バレットで書いていく手帳っていうことですね。略して部署とも呼ばれてます。バレットジャーナルで検索するとすごく凝ってる素敵なノートがたくさん出てくるんですが、決して綺麗に書くっていうことがメインではなく、時間をかけてノートを作り上げなくても大丈夫です。イラストも必要ないです。ざっくり言うとバレットジャーナル自体が手帳のシステムの組み方みたいな感じですかね。続けていくことでタスクや思考整理、情報整理が素早くできて、何が自分のこの生活に今必要なのか、自分のやりたいことは何なのかが見えてくる。そして自分の記録や思考の集まりなので、続けるほど自分の頭の中の図書館みたいな感じで、あ、こういう時には自分はこうやって考えるんだな、あ、この時はこういうことがあったんだっていうのが後で調べられるようになります。バレットジャーナルを作るために必要なものはまずノート。これは自分が程よく書き込めて持ち歩けるサイズだったら何でもいいです。できればドット方眼や四角い方眼の方がおすすめです。素早く見やすく書けるからです。あとは書きやすいペン、これも本当に何でもいいです。鉛筆でもボールペンでも万年筆でも、何でも自分の書きやすいものだったらどんな筆記具でも大丈夫です。でもレタリング用ではなくて、自分が気取らずにサクッと書けるものがおすすめです。はい、ここからですね、構造の解説をしていきます。基本的にバレットジャーナルはいろんなページを組み立てて自分に合うノートを作っていきます。このページの種類のことをコレクションと呼んでいて、直訳すると集合体、何かを集めた状態って意味ですね。まあ単純にコレクションイコールページの種類って考えれば OK です。基本的なコレクションが4種類と、あとはプラスでカスタムコレクションがあります。このコレクションたちを自分に作用するように組み替えて作るっていうのがバレットジャーナルです。注意点がありまして、同じページに複数のコレクションを作ると後で探せなくなるので、ページはコレクションごとに分けること。次にページはなるべく飛ばさないこと。最初からスペースを空けてここにこれを書くぞってやるよりかは、日々の生活の中で必要になったらその都度そのページを作って書き進める方がいいです。あとはページナンバーを書いて後で探しやすくすることがポイントになってきます。続いてはキーの説明をします。キーとはノートに何が書いてあるかっていうのが簡単に分かるようにする記号のことを言います。今回は公式通りに書いてみます。まずこの点の状態、これはタスクっていう意味です。この点の横にやることを書きます。例えば書類整理がタスクだったら、点を書いて一マス開けて書類整理って書いておきます。5通りの状態があって、点のままだと未完了、まだこのタスクは終わってないっていう状態を示しています。点の上からバッテンを書くとタスクが終わりました、完了したっていう状態です。
鍵括弧のマークでコレクションへ移動、反対側の鍵括弧はフューチャーログへ移動。でもタスクごとこうやって横線で消してしまうとキャンセルって意味になります。なので振り返りの時に移動したりキャンセルしたりして未完了の点のままのタスクがない状態を目指します。はい、続いては丸を書くと、これはイベントになります。この日の予定だったり起きたことだったりをなるべく簡潔に書きます。日付と結びつくものに使えます。はい、このハイフンみたいなマークがノートです。ノートとはメモのことで、事実、アイディア、思考、観察など忘れたくない情報やデータを書くために使用します。特にアイディアとかもどんどん書いておいた方がいいので、気がついたこととかアイディアを膨らましていくっていうことがすごく大切だなと思います。で、このことについてもっと詳しく書きたいって時はすぐ下の段に一マス開けて書くとサブタスクみたいになってすごく見やすいです。キーごとに書く場所を変えずに上からどんどん混ぜて書いていって OK です。基本的な4つのコレクションについて解説します。インデックス、フューチャーログ、マンスリーログ、デイリーログ。まずインデックスはノートの目次を書きます。公式から出ているバレットジャーナルのノートでは4ページを取ってました。2ページのもあったと思います。ノートの大きさにもよるとは思うんですが、年間のインデックスって考えると、まあ4ページくらい取っておけば基本的には十分かなとは思います。先に何が書いてあるかっていう中身を書いて、その後にページナンバーを書きます。これをするとページが飛び飛びになってもこうやって付け足すことができるので、後ですごく探しやすくなります。このインデックス以外はページを決めて最初に開けとくって必要がないので、その都度書いたら足してきます。はい、続いてはフューチャーログです。その名の通り未来のログを書くページで、何度も往復するページになるので基本的にはインデックスの次に書きます。これはいろんなやり方があるそうなんですが、見開き1ページを6等分して6ヶ月分、2ページで12月まで書けます。例えばもう分かってる未来の予定だったり、今月のタスクを違う月に回したいって時に一旦ここに書いておきます。6月までの見本しか作ってないですが、12月まで最初に全部作っちゃいます。次はマンスリーログ、月間のログです。見開き1ページを使います。まずは左側がタイムラインで、日付と曜日の頭文字を書いて、ここには簡潔に予定やこの日あった出来事を書きます。先に書いても後から書き足してもどっちでも大丈夫ですね。日記ではなく記録っていうイメージです。そうすると見返した時にこの月に何があったかっていうのがすぐわかります。右側にはタスクを書いていきます。何が重要で何が優先か、先月やり残したことをどうするかも考えながら作っていきます。次は毎日書くデイリーログです。これは最初からページは確保しない方がいいそうなので、たくさん書く時もあれば少ない時もある。書きたい時に大量に書けるようにしときます。なるべく当日、もしくは前日の夜に日付を書いて、日に沿ってタスクやイベントノートを書いていきます。ここで大切なのは先に書かないこと。その日の朝に今日の行動を確認して、日中を過ごして夜に振り返りっていうのを繰り返します。そうすると一日の中で自分の行動の PDCA を自然に回すことができるし、書いたままやることを忘れてしまったっていうのを防げます。そもそもこのバレットジャーナルが PDCA だったり改善っていう考えを取り入れて作られてるそうなんですが、ちょっと仕事みたいな話になってしまうんですが、ざっくり言うと PDCA とはプラン、計画を立てて、Do、実行して、チェックで評価をして、その実行した結果どうだったかってことですね。で、アクションで改善するってことです。計画してやってみてダメだったら直すってことを繰り返すっていうことなので、長期間をかけて物事を改善していくっていうことに対しては有効かなと思います。課
カスタムコレクションについては以前動画も作ったんですが、よく SNS で見かけるようなバレットジャーナルっていうのはこれが多いんじゃないかなと思います。読みたい本のリストを書いてみたり、読んだ本の記録を書いた読書ログだったり、運動の記録、ウィッシュリスト、トラッカーとか何でも好きにできます。ウィークリーログを作ってもいいし、イラストを書いてもいいし、日記やジャーナリングページにしても大丈夫です。ただ一つだけ注意点があって、ノートを書くこと自体を目的としないっていうことです。大切なのは何を書いたかっていう内容、中身にフォーカスするっていうことです。作りたくなったら日々のデイリーログの途中でこのページを作っていきます。はい、では使い方の解説です。月の初めにマンスリーログを書いて、先月のマンスリーログの未完了のこの点のままになってるものだけ振り返ります。これをキーに当てはめて移動するのかキャンセルするのか、移動するんだったらいつやるかを考えて、今月だったら今作ってるマンスリーログへ移動、来月以降だったらフューチャーログにスケジュールって感じで決めていきます。こうすると何度も何度も書くことになるタスクっていうのも出てくるんですが、そういうのが出てくることでそのタスクが必要なのか不必要なのか、自分が何を重要と思ってるか、実はこれはやりたくないって思ってるとか、いろいろと自分を振り返ることができます。で、毎回時間をじっくりかけてやるっていうよりかは、反復して何度も何度も繰り返すっていうのがコツだそうです。そしてその中でなぜっていうのを考えていく。日常をなんとなくこなすのではなくて、様々なことになぜって考える癖をつける。それが自分の本当にやりたいことだったり、自分が本当に大切に思っていることにつながってきます。誰一人として同じバレットジャーナルにならないっていうのは、みんな違う人間だから、自分にフォーカスして自分だけのバレットジャーナルを作りましょうっていうのがバレットジャーナルです。とりあえず2ヶ月3ヶ月くらいは公式通りにやってみて、後で自分好みにカスタムするっていうのを推奨してるそうなんですが、まあ知れば知るほど、あ、公式のやり方の方がいいじゃんってカスタムから入っちゃった人としては確かにねって思います。最後は、もっと知りたい方への公式サービスの一覧。まずはこちらですね。公式の本が出てます。いろんな言語で翻訳されてて、日本語版もあります。今説明したことももちろん入ってるんですが、じゃあなぜそれが必要で、どういう思考が大切で、こういう方法もあるよっていう実例なども載っていて、さらに大切なところには黄色いマーカーも引いてくれてるので、視覚的にもすごく読みやすいです。あとは作者のライダーキャロルさんのバレットジャーナル公式 YouTube もあります。こちらは全編英語なんですが、字幕で日本語設定ができます。こちらもすごくおすすめですね。あとはさらにもっと知りたいという方には、全部英語にはなるんですが、ブジョユーっていう有料サービスもあります。これは何ができるかっていうと、動画でバレットジャーナルを学んだり、バレットジャーナルの練習をしたり、あとはブジョユーのコミュニティの人と意見交換できたりとか、いろんなことができます。定期的にミーティングも開催されてて、バレットジャーナル自体もどんどん進化していってるので、新しい方法の紹介とかもあります。あとは有料のアプリ版も出てます。こちらも英語版。これはノートが書けない状況の時に書き留められるよってやつです。後でこれを見てノートに反映させてねっていう感じで使うそうです。感覚的に使えるし、デザインもおしゃれなので、気になる方はぜひ見てみてください。あとは公式からバレットジャーナル専用の手帳も出てます。これね、デザインがめっちゃかっこいいんですよね。2種類あって、片方は28ドルくらいでした。もう片方がちょっと値段が分かんなくて、一応リンク貼っときますので、気になる方は商品名を検索してみてください。はい、以上です。バレットジャーナルの公式の本を読んでも、
コレクションモジュールみたいに聞き慣れない言葉があるので、今回は自分なりに噛み砕いてなるべくわかりやすく解説をしてみたんですが、いかがだったでしょうか。もしここのこの捉え方が違うよっていうのがありましたら、ぜひぜひコメントでシェアしてください。以前作った動画も今見るとやっぱり捉えきれてないなっていう部分もあったので、コメントで補足していただけるとすごく嬉しいです。そして私はどうしても相棒のトラベラーズノートと過ごしたくて、なんとかバレットジャーナルのシステムを取り入れられないかと分冊までして使っているので、普段のセットアップ動画は試行錯誤の連続になってます。しかも普段はこれ気になる、これやってみたいって思ったものをどんどん取り入れては続かずにやめてっていうのを繰り返してってるので、こういうちゃんと解説するっていう動画が作れてよかったです。はい、といった感じで今回は年間1冊で行うバレットジャーナルの基本的な使い方を解説しました。少しでも皆様の手帳ライフに何か役に立つことがあれば嬉しいです。では最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね。じゃあ以上です。最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。